日本は TBS 系で放送された日本のテレビドラマ。主演は時 o の長瀬智也と V6 の岡田純一。2005年1月9日に2時間の単発スペシャルドラマとして放送された。その後、続編という形で連続ドラマ化され、2005年4月15日から6月24日まで、毎週金曜日22時22時54分に、 金曜ドラマ枠で放送された。落語とヤクザという無縁にも思える二つの要素を取り合わせ、毎回テーマとなる話に沿うように登場人物に起きる出来事を織り交ぜながら、最終的には一つの新しいアレンジ話として一話完結のコメディに仕上げたトリッキーな作りとなっている。TBS プロデューサー磯山明と脚本工藤勘九郎の名コンビによる、 マイハッタンラブストーリー以来のテレビドラマ。タイトルは、オープニングテーマとして用いられているクレイジーケンバンドの楽曲、タイガードラゴンに由来する。また当ドラマに登場する二人の主人公、コジとリュウジにもかかっている。2005年1月のスペシャルドラマで、第42回ギャラクシー賞のテレビ部門、戦勝を獲得し、同年4月からの連続ドラマで、 第43回ギャラクシー賞のテレビ部門、大賞を受賞した。子供の頃に両親が借金を苦に自殺し、笑いを忘れて生きてきたヤクザの山崎小児は、ひょんなことから浅草で、落語家の林家邸ドンベイの講座を聞いて感動し、弟子入りを志願する。ドンベイは、小児が属する新宿流星会の組長から400万円の借金をしていた。 そこで、小児は、話を一つ習得するごとに十万円の、授業料をドンベイに支払い、それをそのまま、返済金として小児に支払うという奇妙な契約を、ドンベイと交わすことになる。林家庭 A 門家、林家庭証子として、ヤクザと落語家という二足のわらじを履くこととなった小児は、裏原宿のダサくて売れない、洋服店、ドラゴンソーダの店主である、谷中隆二と出会う。 隆二は、どん兵衛の次男であり、かつては、落語の天才と言われたが、過去の、とある事件で廃業したのだった。やがて、林家邸どん兵衛と新宿流星会組長の、間にも浅からぬ縁があったことが、明らかになる。以降は登場した回。ありがとうございます。